姿勢が悪い状態で動くと怪我しやすくなります。もう一つ、こんにちは、動作改善アカデミーの須永です。今回は子供の姿勢についてお伝えしていきたいと思います。姿勢が悪いまま動いていては本来の実力を発揮できてないかもしれないんです。子供の姿勢が悪いことのデメリット、子供の姿勢を直すために必要なこと、最後にですね、姿勢を直すためのトレーニングを鬼滅の刃の修行の仕方からですね抜粋してお伝えさせていただいてますので、最後まで見ていただければ姿勢が悪い状態、ふにゃっとした状態からシャキッと姿勢を伸ばせるいい姿勢に変わることができるようになるはずです。では見ていってみましょう。子供の姿勢を直すということでやっていきたいんですが、子供の姿勢が悪いことで何がデメリットとして起きるのか、特にこうスポーツしているお子さんなんかは多くの体にデメリットが起きています。見た目が悪いのはもちろんなんですけども、怪我しやすくなります。姿勢が悪いことでいわゆる成長痛なんかも引き起こしやすくなりますから、本当にこれはね問題が大きいですね。もう一つが動きが重くなりますね。姿勢が悪い状態で動くと本来の動きが出なくなってくるんで、親御さんの目から見ててうちの子なんか動きが遅いのよねって思う場合は、大概この姿勢が悪いことが原因となってます。もう一つ、集中力に欠けるようになってしまいます。姿勢が悪いとこううまく流れが出ていかないので、なんとなくこうボケーっとしてしまったりとか、集中力散漫になってしまっている状態が結構起きやすいんですよ。スポーツにおいては結構致命的ですよね。こんなデメリットが姿勢が悪い中で起きてます。子供の姿勢を直そうと思った時に、どうすればいいのかってことです。一般的には、姿勢を気をつけましょう、学校でも言われますよね。ただ小学校の年代ぐらいのお子さんの場合は、姿勢気をつけてって伝えたところでなかなかやっぱり続かないんですよ。気をつけられるのって最低でもやっぱ中学生ぐらいになってからですね。年齢が低いうちどうするかっていうと、気をつけることで姿勢を直すのではなく、自然に姿勢が正しいいい状態になるような体を作っていった方が確実です。そのためのトレーニングをお伝えしていきます。ではトレーニング進めていきたいと思います。冒頭でお伝えした通りですね、鬼滅の刃の作中に出てくるトレーニングをやっていきたいと思います。呼吸のトレーニングになります。無限列車編あったと思うんですが、僕も見ました。映画館で行って、テレビでも見ましたね。さらにその映画編、実はそのちょっと前に修行してたシーンがあったと思うんですが、主人公の炭治郎が全集中の呼吸常中といって、いい呼吸を常にするためのトレーニングをやってたと思うんです。その中で瓢箪をふっと吹いて割るシーンがあったと思うんです。それを実際にですねやってほしいかなと思ってるんです。もちろん瓢箪を割るのは大人でも無理ですね。なので今回は代用品を用意しました。それが風船です。これを吹いて膨らませることが呼吸のトレーニング、引いては子供の姿勢を直すために大事なトレーニングになってくるわけです。この風船を使って呼吸のトレーニングをして、なぜ子供の姿勢が良くなるかというと、姿勢が悪い子の多くは横隔膜がうまく動いてないことが多いんです。横隔膜をしっかり動かして呼吸をすることで力が入る、そして姿勢がしっかり保てるようになる、そういうシステムになってます。まずやるときはこういった椅子に座ってもらって構いません。立ってやるとちょっと動かしづらいので、座った状態が楽だと思います。座った状態で風船を膨らましたいんですけど、その前に呼吸の仕方ちょっとコツがあるので、そこからちょっとご説明していきたいと思います。呼吸の仕方ですが、先ほどお伝えしたようにこの横隔膜を動かしたい、特にですねこの肋骨、胸とお腹の部分、これを両方動かしていければ横隔膜しっかり動いているよっていう呼吸になるわけです。吸うときお腹を膨らませるような形で呼吸ができるといいです。前方向、お腹をぷくっと膨らませるのはもちろんなんですけど、イメージとしては体全体を膨らませるようにと、鼻で吸えるとバッチリかなと思います。特にこの鼻で吸うっていうのも大事ですから、ちょっと意識してみてください。吸ってを膨らませながら鼻で呼吸する、これがまず一つです。もう一つポイントがあるんですが、吐くときは逆に今度この体、特に肋骨、お腹をギューッとへこませるように吐いていってほしいですね。なのでこう風船を持ってふーっと膨らませて吐くときは、自然と体が丸くなっていくはずです。吸ってで吐くときはもうふーっと体を丸めてしまって構いません。この呼吸の仕方を使ってしっかりトレーニングをやっていきたいと思います。普通の風船ですね、特になんか特殊なものではないです。市販で売ってるやつで、 Amazon で注文したやつなんですが、よかったら概要欄に貼っておきますんで確認してみてください。それにこだわらず100均とかで買ったものでも構いませんので、じゃあこの風船ですね、ちょっと膨らませてみましょう。まずは軽くちょっと息を整えて、鼻で吸った状態から吐きます。吐くときにさっき言ったようにぐーっと体を潰すように呼吸をしてもらえていいかなと思います。子供の場合、細かいところはちょっと難しいと思うので、息を吸うときにお腹を膨らませることを意識して、吐くときは体を縮こめるように吐いてもらえていいかなと思いますね。ただちょっと吐くとき注意点があります。この風船を膨らませるっていうときにどうしても力んでしまうので、
ぐっと肩に力が入ってしまったりとか、首に力がぐっと入ってこう前に出てしまうような状態はあまり良くないので、そこまで力ませないでください。軽い形でと吐けるぐらいの体の感じで呼吸ができれば一番かと思います。これを4回から5回繰り返していただけると1回のトレーニングとしては十分かなと思います。ただ初めてやる弱い子なんかは最初に頑張りすぎちゃうとこう貧血を起こしちゃう子ども、ふらついちゃったりとかする子もいるので、あまり無理しないように気をつけてください。ある程度できたらまたグーッと出してもらってから、もう一度同じように繰り返してもらえるといいかなと思います。横隔膜がしっかり動かせるようになってくると、視線とこの体幹部分まっすぐにしやすくなってくるはずですから、ちょっと続けてやってみてもらえるといいかなと思います。お子さんも炭治郎のように全集中呼吸が常駐できるようになってくると思います。いかがでしたか。子供の姿勢についてお伝えさせていただきました。親御さん多くの方が悩んでると思いますが、お子さんの姿勢を直すのにお役立ていただければと思います。今回の動画を見て役に立ったよって方は、よかったらコメント欄でその旨書いていただけると嬉しいです。そして動作改善アカデミーのトレーニングメソッド、ノートにまとめてですね、リンクに貼ってあります。読んでいただければ皆さんのトレーニングまたは練習で非常に役立てること間違いなしです。よかったらそちらもご覧になってみてください。では今回はこちらでありがとうございました。